ゴールキーパーは試合においてヒーローにも戦犯にもなり得る特別なポジションです。極論ですが、ゴールキーパーがノリに乗っていれば試合に負けることはありませんし、一方でたった一つのミスで勝ち点を取りこぼしてしまうこともあります。そこで今回は J リーグの歴史の中でも多くの人の記憶に残るゴールキーパーのミスについてご紹介していきます。松代直樹。1997年にガンバ大阪に入団して以降、2009年の引退までガンバ一筋を貫いたガンバファンからも愛されるゴールキーパーである松代直樹選手。藤ヶ谷陽介選手と熾烈なポジション争いを繰り広げ続け、なかなかシーズンを通して試合に出場することはなかったものの、安定感のあるセービングでガンバに貢献し続けました。やらかしと聞くと、どちらかというとポジションを争っていた藤ヶ谷選手の方が多いイメージですが、松代選手は一度だけとんでもないミスを犯してしまったことがあります。2009年 J リーグ第16節、名古屋グランパス対ガンバ大阪。1対1で迎えた後半のアディショナルタイムに松代選手はミスをしてしまいました。バックパスを受けると、前に蹴り出そうとしたのか味方にパスをしようとしたのか、中途半端なボールを蹴り出してしまい、ボールは名古屋の牧勇気選手の元へ。それを牧選手は流し込み決勝ゴール。優勝争いを目指す上でどうしても勝ち点3が欲しいガンバでしたが、まさか勝ち点1すらも失ってしまいました。そんなミスを犯した松代選手ですが、同じシーズンの天皇杯決勝では再び名古屋グランパスとガンバが激突し、当時レギュラーは藤ヶ谷選手が務めていましたが、インフルエンザにより松代選手が代わりに出場。好セーブを連発し、ガンバの優勝に貢献しました。そしてこの試合をもって現役を引退しました。現役最後のシーズンで致命的なミスを犯してしまった松代選手ですが、最後の試合で愛するガンバにタイトルを届けることができました。そんな松代選手は現在、2021年シーズン限りでガンバ大阪のキーパーコーチを退任し、大阪学院大学体育会サッカー部のキーパーコーチに就任しています。その経験を生かして未来の日本を背負うゴールキーパーを育ててほしいですね。南雄太、小野伸二、遠藤康人、稲本潤一に並ぶ黄金世代の数少ない現役選手である南雄太選手。安定感のあるセービングを武器に黄金世代のゴールマウスを守り続けました。しかしそんな南選手はおそらく日本サッカー史上最も有名なミスを犯してしまった選手でもあります。2004年サンフレッチェ広島対柏レイソルの一戦、相手のクロスをキャッチした南選手は前方の味方選手にボールを投げようとしました。しかし投げる先が見当たらなかったのか、何度かスローインをやめ、少し時間を置いた後ボールをようやく投げようとしました。しかしボールはなぜか後ろに飛んでいき、そのままゴールに入ってしまいました。南選手は後に、投げようと思ったら相手の選手が走ってくるのが見えたんで、途中で投げるのをやめようと思った。そしたらボールがふわっと手から離れたんで、まずいと思って返したら右手が体に当たってしまって、そのままボールはゴールに入ってしまった、とテレビ番組で語っています。あまりにも衝撃的なミスということで、これは世界でも話題になり、悪い意味で南選手の代名詞にもなってしまっています。現在は大宮アルディージャでレギュラーとして活躍し、ゴールキーパーとして J リーグ最多の出場試合数を誇るなど、歴史に名を刻む選手である南選手。ちなみに現在大津高校の3年生であるゴールキーパーの南泰道選手は南選手の息子であり、将来は父親のようなゴールキーパーになりたいと語っています。歴史に残る衝撃的なミスをしてしまった南選手ですが、数少ない黄金世代で未だに現役として活躍する選手の一人なだけに、一試合でも多くその記録を伸ばし続けてほしいですね。飯倉弘樹。現在ヴィッセル神戸のゴールキーパーとして活躍する飯倉弘樹選手。飯倉選手はたびたび不用意にも思えるほど前線に顔を出し、失点を喫したり、危ないシーンを何度も演出したりするものの、持ち前のセービング力の高さから、ミスを自らのスーパーセーブで帳消しにしたり、キーパーとしての能力は高いだけに、飯倉劇場と呼ばれたりもします。飯倉選手は確かにこれまでも何度も不用意な飛び出しから失点を喫しているのですが、今回ご紹介するのはシンプルにゴールキーパーとして普通のポジションにいたにもかかわらずやらかしてしまったミスです。2009年6月28日、J1 第15節、横浜 F マリノス対ガンバ大阪の一戦でそのミスは起こってしまいました。同点で迎えた後半、ガンバのレアンドロ選手がミドルシュートを放つと、それはマリノスのディフェンスの選手に当たり、外へ飛んでいきました。
最後に触ったのがマリノスの選手ということもあり、コーナーキックにさせまいと飯倉選手は体を投げ出してボールをピッチの中にギリギリ戻しました。しかしそこに待ち構えていたのはガンバの橋本選手。ダイレクトでいとも簡単にマリノスゴールにシュートを流し込みました。飯倉選手はこれまでも前に飛び出しすぎて失点を喫することはよくありましたが、シンプルなゴールキーパーのプレーとしては珍しいミスでした。結局このままガンバに敗れてしまって、マリノスは勝ち点を取りこぼしとなってしまいました。現在はヴィッセル神戸のゴールキーパーとして活躍する飯倉選手。前線への飛び出しはほどほどにして、その高いセービング能力でこれからも活躍してほしいですね。曽我畑潤。先ほどの南選手に続き、黄金世代の一人として有名な曽我畑選手。日本代表にはそこまで縁がありませんでしたが、名門鹿島アントラーズの正ゴールキーパーとして長年活躍しました。クラブワールドカップ決勝のレアルマドリード戦での好セーブ連発は鹿島ファンのみならず、多くのサッカーファンが覚えているのではないでしょうか。特にミスが目立つ選手ではありませんでしたが、そんな曽我畑選手でもやらかしてしまったことはあります。2007年 J1 リーグ第25節名古屋グランパス戦でそのミスは起こりました。後半34分、曽我畑選手の元にボールが渡ると、なんとクリアミス。名古屋の玉田選手の前にボールは転がり、無人のゴールに流し込まれました。すでに2点をリードされていた鹿島はなすすべもなく試合を決定づけられてしまいました。安定感のあるプレーで長年鹿島に貢献し続けた曽我畑選手ですが、このようなミスもあったのですね。現在はゴールキーパーアシスタントコーチとして鹿島で活躍する曽我畑選手。ぜひ第2の曽我畑選手となり得るような安定感のある選手を育成してほしいですね。キム・ナミル。元韓国代表のキム・ナミル選手。オランダのチームはもちろん、ヴィッセル神戸や京都サンガでも活躍したので、覚えている日本人の方は多いのではないでしょうか。2008年から2009年まではヴィッセル神戸の一員として活躍し、主にボランチを務めていたキム選手。しかし、2009年5月10日の名古屋グランパス戦でとんでもないミスをしてしまいます。49分、センターサークル付近でボールを受けた選手は何を思ったか、突然ゴールキーパーの榎本達也選手へ浮き球のバックパス。これが直接ゴールに決まってしまい、衝撃的なオウンゴールとなってしまいました。ボランチとして至るところに顔を出し、縦横無尽に動き、相手の攻撃の芽を摘む安定感のあるプレーが定評のキム選手でしたから、神戸サポーターにとってはなかなかの衝撃だったことでしょう。ちなみにキム選手はヴィッセル神戸において年下の若手選手に対しては韓国式の継承としてヒョンと呼ばせるようにしていたそうですが、それは単なる愛称と勘違いされ、目上の人物である監督やコーチにまでヒョンと呼ばれるようになってしまったという面白いエピソードもあります。引退後は韓国のチームの監督に就任するなど、指導者として活躍しているキム選手。 J リーグでプレーしていたということもあり、今後は日本での指導者としての活動も期待されます。藤原博樹。 J リーグでのプレーではありませんが、日本サッカー史に残るオウンゴールといえばこのプレーをご紹介しないわけにはいかないでしょう。2016年、リオオリンピックグループリーグ第2戦日本対コロンビアでこのプレーは起こりました。カウンターを受けた日本はコロンビアのドルラン・パボン選手にシュートを打たれると、ゴールキーパーの中村浩介選手が飛び出して足で防ぎました。しかしこぼれ球をそのままクリアすればいいものの、藤原選手はなぜか一瞬ためらい、その後ボールを右足に当ててしまい、ボールはゴール方向へと転がりました。慌ててゴールの中から上田直道選手がボールを外にかき出しましたが、主審の判定はゴール。ありえないミスにより日本は失点してしまい、結局この試合は2対2でドロー。藤原選手はオーバーエイジとしてチームをまとめ、守備面に安定感をもたらす存在として期待されていただけに、このミスは致命的でした。結局チームはグループリーグで敗退することとなりましたが、もし藤原選手がこのミスをしていなければ、この日落とした勝ち点2を拾うことができていれば、日本は決勝トーナメントに進出することができていたかもしれません。その後は SNS などを中心に藤原選手の話が出るたびに、コロンビアのスパイやコロンビアのエースストライカーと呼ばれるなど、長年ひどい扱いを受けている藤原選手ですが、未だにガンバ大阪では左サイドバックとして活躍しているだけに、なかったことにはできませんが、純粋に一人のサッカー選手として応援する人が一人でも増えてほしいと筆者は願っています。今回は日本サッカー史において多くの方の記憶に残るとんでもないミスをご紹介しました。
あなたの中で印象に残る J リーグまたは日本代表における致命的なミスは何ですか？ぜひコメントで教えてください。これからもサッカーに関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。